あのー、仕事をほとんどしてないんです。え、ね、いわゆるこう、テレビ出演みたいな、ギャランティーの出る仕事をほとんどしてないのに、なんでしょうね。そうなると焦るんですかね。いろいろやんなきゃ、みたいな。あのー、えー、この、暇を利用して、いろんな下調べをやったりとか、経験をしたりとかしなきゃ、みたいな、あのー、いわゆる貧乏症みたいになるんですかね。 まあ、この一週間、バタバタ、バタバタしすぎて。ええ、いろいろ来ましたよ。えー、っと、フラカンのライブ行きましたね。もう遠い昔のようだな。フラワーカンパニーズと斉藤和義さんの対番のライブ行きましたね。えー、それからあと、長野旅行。これ話すと長くなるんですけど、長野旅行行ったんです。で、その、 また、相変わまたお前はバッティングセンターかと思われるかもしれませんけど、長野のバッティングセンター行きつつ、長野にいる、僕のちょっとこう尊敬する、こう、先生にちょっと会いに行く。で、それもこう、えー、今僕がこう、えー、鋭意制作中のバラエティ番組の企画にアドバイスと知恵をいただきたくて、まあ、長野に行って、で、ついでにそのバッティングセンターによる。 で、その知恵をいただきたいで言うと、えー、バーチャルリアリティ、バーチャルヘッドマウントディスプレイっていうあの、頭に装着して、で、その目の前のゴーグルの中に、えー、360度全方向に向けての撮影したムービーが流れるんで、あたかもそこにいるように感じられるみたいな。それの、 えー、ことを僕に教えてくれる、まあ、僕なら VR 師匠と呼んでいる、えー、人にも会いに行きましたし、その流れで、今日は、えー、っと、ウェラブル、ウェラブル端末。その、頭にカポってはめる、それ体につける、装着する、いろんなこう、えー、デジタル機器。バーチャルリアリティヘッドマウントディスプレイももちろんそうですし、あと、 メガネの形してるけど、そのメガネの中にいろいろこうデータの映るやつとか、あとなんか指にリングの形ではめて、これでその、えー、指でフィンガーサインみたいのを、するとこう、えっ、ー、と、パソコンの端末が反応して、みたいなやつとか、そういうのも行きましたし、まだですよ、この一週間でまだ行ってますよ。あと何、何抜けてるか、ムカつく蕎麦屋も行ったし。あ、でもそれは長野の旅行の、 中の一つか。じゃ、ムカつくそば屋の話から行きますわ、短く。あのさ、これどうしたらいいのあのね。長野にせっかく行きましたから、そば僕大好きなんで、そば食いたいんで、いろいろこう、あの、リサーチ、スマホでリサーチしてそば屋行くじゃないですか。で、今食べログとかがあるせいで、あのー、ちょっと評判のいい食べ物屋さんって多分相当集中するんですよ。ものすごい混むわけですよ。 ね、ピンポイントでみんな、ここが一位だからここに行こうっていうのを、旅行客の人もそうなら地元の人も行くから、だから、天狗になるスピードが異常に速いです。いろんなとこ行って思うんですけど、その評判の店の、その天狗になりっぷりがもうすげえですよ。それはお笑いにも言えますけど、なんか YouTube で爆発したからみたいなことで。 芸歴の汗やつが、リズム系のネタでドンと売れた時の態度の悪さ的なやつが、ただそれはあの僕らも耳の痛い話でね。それは耳の痛い話で、人気者になると多分傲慢になるっていうのは俺らもその、ええー、我がことのように考えなきゃいけないとは思うんですけども。あのね、まず最初に、その行ったお店は、ええー、と、あれ、食べログで見たのかな。なんかでサーチして、 どうやらこの近辺、あの、現在地、周辺1キロぐらいで見たら、どうやらここがいいらしいよっていうんで、行った蕎麦屋なんですよ。したら、その割とこじんまりとしたお蕎麦屋さんなのに、どう見ても、えー、新州だから、えー、っと、多分登山客とかだと思うんですけども、えー、っと、ナップサックをしょった人、リュックサックをしょった人がいっぱいいて、ナップサックとリュック、リュックサックの違いって何まあ、そのバックパックを、えまた出てきた新しいです。<laughs> で、そのえをしょった人が、 大勢並んでるまあ六6人ぐらい並んでるわけ。だけど、周辺に他にお店がないから、ま、あ6人で、また、あの、こっちは、こっちとら江戸っ子の関係で、そばなんてのはもう、まあ、ささっとたぐってささっと出てくるもんだから、でいてお金払わないで走るもんだから、<laughs> ほいで、その、ほいで、ま、あ留置場でね、留置場で、たかだか600円でしょ払えばよかったな、なんて思うものじゃないおそばなんてそういうもんですから。 すぐお客さんも出てくるし、入れ替わりも早いはずだ。まあまあ、いつもは並びませんけど、6人ぐらいと並びましょうか、みたいに並ぶわけですよ。そうすると、こう、お店の人たちの、その一番忙しい時期の、もう、ここ何ヶ月、ここ1年ぐらい多分人気あるんでしょうね。お客さんのあしらい方が、お前昔はそうじゃなかったんじゃねえの感ちょ、流れ作業になってる感じなんですよ。おそば何にしますかみたいな。 いやいや、俺初めて来たからメニューが何あるのかもわかんねえし、みたいな。おそば、何にしますかつ、あの、あの、えっ、ー、と、な、何があるんでしょうかうちだとこういう、何、何、何と、何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 ぐらいですねみたいな、やつとかで。まあちょっとこう、な、まあピリッとってこっちが来るんですけど、まあ入ってみたらそこまで、ひどくはない。入ってみて、まあ忙しいからしょうがねえのかなぐらいの、まあ、まあまあの接客態度のお店で、ここね、うまいの。で、うまくて、 えっと、値段も、多分800円ぐらいで、アホみたいな量そば出てきて、っていう店。これ1件目。で、2件目は、あの、接客がクソ悪い。もう、入って、座った途端に、もう、時間もなかったし、もうすぐ、その、表にもメニュー貼ってあるから、 森そば頼めばいいや、森そばの大盛り頼めばいいやと思って、森そばの大盛りって、そのじゃあ、森そばの大盛り、あの、後で言いますけど、後輩芸人のゴーくんと二人で行ったんですけど、森そばの大盛りって言うて、ごめんなさい注文後注文後ですあ、あと注文後ですよね。注文後って言われたのね。知らねえよ、そのルールって。なるじゃん。で、その後値段見たら、値段がバカ高い。あのさ、うわこれ言ったらどう、 で俺にとってはその言われたことも事実だから、その、えっ、ー、と、待たされたっていうことと、で、えっ、ー、と、昼時でものすごい混んでるから仕方がないかもしれないけども、えっ、ー、と、 とにかく、テーブルを片すのが異常に遅いから、お客さんは異様に並んでんだけど、片してないテーブルがたくさんあるんで、その、全然お客さんの列が進まないっていう状況ね。ほいでで、えっ、ー、と、やっと座れたなと思って、で、俺次行く時間の予定もあるから、もう座った途端に、もうメニュー見てるから、えー、要するに森そばの大盛りを二って言いかけたとこで、ね、あとって言われて、ちょっとイラッとするじゃん。イラッとするよね。ほいで、 耳を疑うのは、すごいこだわってる店主が作ってるだろうから、作ってるんだろうけど、蕎麦が、1300円ぐらいでするの、ね。ね。結構なもんでしょ大盛り600円プラスなのね。結構すごくない ?600 円プラスってあんま感覚としてなくない大盛り600円プラスなのよ、ね、マジかっていう値段なのね、俺の中で。で、頭くんのが、 超うめえの。<laughs> で、これが、だから <laughs> ま、まずくないと成り立たないわけ、これ。まずいとすげえ俺の中では、二度と来るかと思えるし、もっと僕の性格から言うと、これでまずかった場合には、蕎麦を数本残して、で、そのせいろの上のところに蕎麦でまずいって書いて書いてあります、僕。ええ。あの、それぐらいのことをする人です、僕は。あ俺は、 俺はそいつですね。今、頭の中にあなたが思い浮かべた、なんだよ、その嫌味なデブ。そう嫌味なデブです。なんだけど、この蕎麦が、ちょっとやべえぐらいうまいのよ。で、3軒目、行ったらもうその蕎麦がうまかったから、えー、一泊二日だったら最後も蕎麦食って帰りたいと思って行った蕎麦屋は、えー、っと、量と値段は最初の店とその店の間ぐらい、普通。で、えー、味はまあまあうまいぐらい。 でいて、お店の人これが困ったんだけど、店の人みんないい人なんだけど、一人だけ嫌なババアがいて、最初、写真撮っていいっていきなりスマホを向けられたの、ね、言われて、本当にね、汚い顔してたから俺、もうその2日間、まあ、いつも供給様に出てた状態でも相当汚い顔してるけど、もうすごいの、な、な、な、 これは動物の死骸なのかなって思うぐらい。ね。動物の死骸を肩から乗せている人が来たっていう感じの顔ですよ、僕からしてみあの、メイク前の僕なんてのはもうそれ、なんですキミホワイトを塗ってない時の俺なんていうのは、もう動物の死骸が肩の上に乗っかってるっていう感じですから、そのごめん、ちょっとあまりに汚ね顔だから、あの、写真はちょっと、ちょっと待って、ちょいきなりもう向けられちゃったんで、ちょっと待ってっていう、ね。 あの、ビダルサスーンのスタッフを呼んでからにしてくれっていうことになったわけ。で、ちょっと待ってって言って、で、あ、ちょっとこれ感じ悪いなって思うんで、あの、えっと、今日こんな状態だから、サイン色紙とかならいくらでもしますからって言って、じゃあじゃあ、じゃあじゃあサインでって言われて、すげえその一回断った分超丁寧にサイン書かしてもらったわけ。かなりイラストとか入れて書かしてもらったわねでもその場さん最後まで写真ダメなんだ。写真ダメなんだ。 やっぱり芸能人の人はそうなのかねっていう、そのババアだけそうなのね。そのババアだけ。ずっと他の人めちゃめちゃいい人なのよ。なのに、そのババアだけ写真、俺の中では、すげえ、あれなんか、むしろ、本来の俺はさっきあなたが想像した、あの、クソ意地悪なデブの、えっと、上に動物の死体が乗ってるやつなんて、もうなんだかわかんねえじゃん、そうなってちゃった。なんですけど、それはちょっと評判悪すぎるかなと思って、 サインをさ,させあ、サインさせたかよつってすげえ、イラストなんかいお蕎麦食べてるイラストなんか書いちゃったりとかして。一生懸命やったつもりです。僕なりに。ね、僕、僕のような。ね、あの、少年院の先生方は随分ここまで回復したって言いますよ。<laughs> おそらく、ここまでになったんだ、あの子がって思います。ね、我々もやった甲斐があったって思うでしょうけど、一生懸命やったんですけど、その、ばあさんはずっと、写真ダメなんだ。 あ、そうなの写真。別ね、このね、サインの横に写真があったら、どれだけいいかね見たの。感じなわけ。ね。この3種類の蕎麦屋のどれがいい <laughs> がこの今の3種類の中 <laughs> だけど、ムカつくのが、2番目の蕎麦屋超うめえんだよね。うん、で、超うめえから、だって今聞いてる人れもそばっ食りの人から言ったら、超うめえんだら教えてくれよと思うじゃん。でも断じてそいつの、こう、売り上げには協力したくないっていう、感じがすごい、 あるわけ。でいて、僕はね、その、グルメレポート的な番組にあんまり行かないのは、あのー、ご飯を足で掴んで食べるからっていうのが一個と。<laughs> あとその箸の持ち方。箸の持ち方が、クワマンの昔の持ち方の5倍汚いっていう。<laughs> ね、ええ、ええ。あとその、味覚を感じるのが脇の下だから。<laughs> ね、熱々のビーフシチューを一旦脇のところにシャバーのビッチャ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 ってやって、うまいっつってから口に入れるタイプだから、みたいないろんな理由ありますけど、僕は結局のところご飯の美味しいにあんま絶対値みたいのがないんですよ。その、これは、えっ、ー、と、物理的に、科学的に、すごく美味しいっていうものであっても、そういう、俺のその時の気分や、周りの人からの影響をすげえ受けやすいから、その、向いてないんだと思うんです。 で、おそらく、えっ、ー、と、ちゃんとしたグルメの人は、もしかしたらその、美味しいっていう、すごい美味しいっていう蕎麦の味だけを抜き出して感じることができるんだろうけど、その、迎えてくれた人の良さとか、その時の俺の気持ちみたいので、たかだかうまいと超うまいぐらいのゲーム差は縮まっちゃうから、 わかんないわけ、この三つぐらいの良かったのは。ただやっぱりもう一回どこ行くかって言われたら、その写真のことずっと言ってるババアが休みの日の三軒目か、一軒 <laughs> 目なんだよ。ただね、そこまでゲーム差、俺は気分で全部ゲーム差が埋まるって言ってる、にもかかわらずうまいっていうのは、ちょっとすごいじゃん。で、多分今これ聞いてガラスの向こうでもうその二軒目のそば屋教えてくれよって思うじゃん。 絶対貢献したぐらいの。もう絶対そこの蕎麦屋の、<laughs> そのお、お客さんは、増えて欲しくねえんだよなぁ。月曜ジャンク。<laughs> 一住日か不信やろ。